月って、まあ、世界中どこからでも見れる。あそこに自分がもしかしたら行くかもしれない、あるいはその自分が関わったものがあそこに行くかもしれない、そういう可能性を、まあ、今日知ってもらう、意識してもらう、まあ、そんな機会になったらいいかなと思ってます。できるだけ出会いのたくさんある学校にしたいと思っていて、生涯かけて取り組みたい問いみたいなものに出会ってほしいなと思っていて、今回この三菱電機さんとの宇宙のワークショップということで、子どもたちがそれでまた心が揺さぶられて何か動き出すきっかけになったらいいなと思ってお受けすることにしました。まず本当に月に人が行くんだっていうのは、まあ、世の中的にも、まあ、知っている人はいますけれども、まだまだ知られてないのかなと。皆さんが大人になる時に本当に人が月に行くんだっていう、まずそういう可能性を、まあ、今日知ってもらう、意識してもらう、まあ、そんな機会になったらいいかなと思ってます。新しいことにチャレンジするのは楽しい、やりがいがあるということが高校生たちに伝わればいいなと思っています。宇宙進出世代の主役は皆さんかもしれないということをお伝えしたいです。プレイヤーとしてフィールドに立つのが皆さんかもしれないと、ぜひ当事者意識を持って、はい、見ていただけると嬉しいです。人は通れるけど空気は通さないっていう次になと思って、直線で行くからこそ壁をうまく利用して、どっちもするっていうのが特性としてはしますよって感じです。身体能力を強化して人間と昆虫を融合月で日の出を 見ながら、透明なライブドームでちょっとみんなで音楽を聴きながらちょっとゆったりまったりしようっていう、ストレスの原因となってるホルモンみたいなやつをちょっと緩和させてくれるっていう効果もあって、ニンニクを宇宙空間の中で食べれないかなっていう、無重力の空間で自分が楽しめることを考えるのがすごい楽しくて、自分の好きなことと宇宙開発っていうのをつなげられたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。ワークショップの中で自分があそこに行きたいとか、まあ、月に関わることがやりたいっていうふうに熱意を持ってくれたら、高校生の皆さんが、まあ、そういったキャリアを選んでもらうきっかけになったらいいかなというふうに思ってます。こう教えられるみたいな関係性ではなくて、こう何か共にこう作り出すパートナーというか、まあ、学び合うパートナーとして触れ合っていただけたら嬉しいなと思いますし、自分たちでも何かこう社会を変えるきっかけを作れるんだという思いを今回のワークショップを通じて持ってくれたらありがたいなと思うので、日々、まあ、新しいアイデアを考えたりだとか何か実験をしたり、まあ、そういうクリエイティブなことをやっている中で、まあ、いろんなパートナーさんと新しいアイデアを出して、みんなで、まあ、月面社会っていうものをきっかけに、まあ、より良い社会になるためにはどうしたらいいんだろうかっていうことを考えていけたらいいなと思ってます。